大変長らくお待たせいたしました。ただいまより、先月9月に、毎日新聞社より、刊行されました、郷原信夫さん検察崩壊、講談社より刊行されました石塚健二さん、400万企業が、泣いている、この2冊の、新刊書籍の出版を記念いたしまして、著者2人によるトークイベント、検察捜査の刃が普通の市民に向けられる時を開催させていただきます。トークイベントの開催に先立ちまして、本日お話しいただくお二人の、プロフィールをご紹介させていただきます。郷原信夫さんは、東京大学理学部をご卒業後、民間企業に就職された後に、司法試験に合格されました。1983年に検事に任官され、その後東京地検特捜部検事、また法務省での研究官などを務められ、検事退官後2006年に弁護士登録され、現在郷原総合コンプライアンス法律事務所代表を務められています。石塚健二さんは早稲田大学政経学部ご卒業後、産経新聞社に入社されました。消費者クラブキャップ社会部次長などを経て、現在多摩支局長を務められています。以前、執筆されたあの特捜崩壊が、大変話題を呼び、今回の400万企業が泣いているでも検察問題に、深く切り込み、大変評判を集めています。それでは、お二方ご入場ください。それでは、よろしくお願いいたします。産経新聞社の石塚と申します。座ったままで失礼いたします。今日は、なんかだいぶ 見覚えのある顔が結構いらっしゃるようで少し気が楽ですが、今日は動画配信もしてくださるということなんで、気を引き締めて、今私が言わなければいけないことについて話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。それでは、まず今日はこの本、こちらにおられる郷原信夫先生がお書きになった検察崩壊についてまずお話しさせていただきたいと思います。この本お書きになった郷原先生、私としては現在も新聞記者やっておりますが、10年ほど前でしょうか、郷原さんがまだ検事の頃からのお付き合いをさせていただいておりまして、その後退職されて、めきめきと発信力、情報発信力、発言力を強めておられる姿に、陰ながら感服しておりまして、先生が出される本は全て読んでおりました。で、今回の本が私の手元に届きましたのはちょうど今年の夏の終わり頃だったと思います。最初にこれを手にして思ったのはこの検察崩壊という題名、実は私2009年にこの特捜崩壊という本を出したことがありまして、お互いに崩壊だなということをまず感じました。私の場合は特捜部がおかしいじゃないかという、ことで本にしたわけですが、その崩壊がとうとう検察全体にまで広がってしまったのかと、そういうふうに受け止めました。それで本をパラパラとめくっていき、まして、これは前編インタビューの本なんだなということで、郷原先生ずいぶん今回手抜いたなと、まず、そういう感想を持ちました。でちょうど私は今回のこの400万の本がこの原稿のちょうどゲラの手直しが終わり、やっと遅い夏休み、これから羽を伸ばそうかという時にこの本が届きまして、しばらくそのまま読まずに置いておりました。実は正直に申しますと、それである日、夜検察崩壊読み始めました。
それで、まあ、私、よく本読むとき の習慣として、鉛筆で気になるところに線引いていく習慣があるんですが、まあ、どんどん黒く、真っ黒になっていくという本でした。まあ、これ、先ほど言いましたように、前編インタビューなんですが、インタビューというよりも、郷原さん、今ご紹介のように、元検察官で、しかも特捜部の検事をやっておられた時期もある方ですから、これはもう見事に緻密にかつ鋭く次々と事実を引き出していき、その事実をどんどん積み上げていくというこうなんていうか、まあ、すごい緊迫感といいますか、それにまあ釣り込まれまして、まるでミステリー小説を読むような感覚で、結局一晩で読み終えてしまったという本でした。まあ、この本 の, まあ、内容で、についてなんですけれども、まあ、これ読み終えてどう感じたかといいますと、まあ、これはもう単なる本ではないなという感想でした。といいますのは、まあ、郷原さんがこれはもう仕掛けたという仕掛けたなと、何を仕掛けたかというと、まあ、とても破壊力のある時限爆弾だというふうに私は勝手にそう解釈しました。まあ、よく紙爆弾っていう言葉ありますけど、この本は、まあ、検察庁に対して仕掛けた爆弾だろうと思います。どういうことかといいますと、検察審査会によって、まあ、この本で取り上げている、田代検事問題の不起訴処分についての、まあ、一般市民の判断が下されるというのがいずれあるわけで、その時にこの爆弾が炸裂するだろうということです。田代検事問題について、検察庁はこの件を処分を決めるにあたって、どうしてもこれは避けて通れないし、やらないはずがないという、当事者中の当事者である、小川智弘さんを石川智弘さんを一切事情聞かずに、これをまああえて避けて通った嫌いがあると。で、それがないのに処分を下せるはずがないのに処分をしたと、まあ要するに起訴をしないという決定をしたと。その全く欠けている部分を郷原さんがいわば、まあこの本によって代行したという仕掛けだろうと思います。これはしかも先ほど申し上げましたように、非常に緻密かつ鋭く淡々とその事実を積み上げている、この爆弾があって、検察審査会が不起訴処分を相当という結論に達することができるんだろうかということを感じました。そして、まあ夜が明けて本読み終えて、私はまあなるほど、こういういわゆる戦いのやり方があるんだなというふうに、まあ開催を叫んだというか、そういうことを覚えております。で、この本の中でまあその石川智弘さんの他に、あと3人、の方が登場しますが、大坪元大阪地検特捜部長さんも登場しております。この大坪さんということは、まあご承知のように大阪地検の不祥事の一つ、まあ当事者の一人として、刑事被告人になっておられる方ですが、この方の悲憤口外というのがもうひしひしと伝わってくるインタビューです。で、ただし私はその大坪氏の悲憤口外ぶりをですね、まあ心情的にはよく理解できるし、まあ察するにあまりあるものだろうというふうには思ってますが、やはりこの本を読んでいて、大坪氏が言った言葉に非常にどうも何ていうか背筋が寒くなる思いをしたのも事実です。例えば大坪氏は、こんなことを言ってるんです。この本で取り上げておる2つの文書、1つは、捜査報告書で、もう1つは、取り調べ内容を録音したものの、翻訳書、この2つがあれば、
これはもう有罪にできると言っているわけです。あの田代事件の処分を決めるにもあのこれはもうあの、これだけでも十分に有罪だという言い方をしております。それで田代さんがあのどんなことを反論しようが、有罪は揺るがないとまで言っている。この感覚がまさにあの検察の今の危うい姿なんじゃないかなと、私は思っております。とはいえあのこの大坪氏のケースがこの本によってあの見事にこの田代氏のケースと対比されているというのが、これがまたあの郷原さんが仕掛けられた、あまあいわば仕掛け爆弾なんじゃないかなというふうに思っております。と言いますのは、これ、全く検察の自己矛盾を鮮明にここであの示してしまったということになるだろうと思います。あのこの2つの事件を見てあの私が考えているのは、あの、検察の組織っていうのはあのこう存亡の危機に直面するような事態にあったとき、まあ、捜査というのはあの証拠を積み上げて、それであの、まあ、処分をするべきかしないかをあの検討するというのが、まあ、建前ですけれども、もう先にトップダウンで結論を決めてるとしか思えないと。でその上で捜査によってそれに沿う材料を組み立てていくというのが捜査になっているように私は感じます。大坪さんの事件の時も前田健二をまず逮捕した後、聞くところによりませば、当時の大林健二総長が特捜部長も捕まえなければ検察は持たないと、そういう、まあ、トップダウンの指示を下したやに聞いております。それを受けて最高検察庁は、まあ、無理筋という人も多い、やり方で、大坪さんを捜査対象にしてしまったと。それで一方、今回田代検事の場合はあのこれも一説によればですが、あの法務省はあの今回は、まあ、検察庁というよりも法務省の方の、まあ、有力な人の意向が強く働いて、是が非でもこれは刑事事件化してはいけないと、そういう前提のもとにあの刑事処分の決定が下されていって、それをあの正当化するためのさらなる、なんていうか正当化の辻褄合わせをしてきていると。これ全く正反対だけど、要するに本来検察があるべき姿じゃないなという感じがして、どうもなんとなくこう行政機関化してしまった検察庁と、私はそんな感じで受け止めております。ですが、まあ、この郷原さんが仕掛けられたこの戦いを、この検察法がおやみになって、私もこれから検察審査会の決定等非常に注目していきたいと思いますので、皆様もこれ見逃せない喧嘩ですよということを私は申し上げたいなと思っておりました。以上です。郷原です。よろしくお願いします。司法クラブでの経験も長い石塚さんだけに、非常に鋭い見方をされてるなというふうに感心しました。私にとってもこの検察崩壊失われた正義という本はかなり思い入れのある本です。まあ、何の因果か3年半前西松建設事件で小沢氏の秘書が逮捕されてから、私の勢力の半分ぐらいは検察批判の方に向けられるようになって、まあ、それ以来、検察のことを書いた本はこれで5冊目です。検察の正義から始まってですね、検察が危ない、特捜神話の終焉、組織の司法が止まるときで、今度これです。それまでは法令遵守が日本を滅ぼすとかですね、割合コンプライアンスの分野のほのぼのとした本を書いてたんですが、途端にこういう殺伐とした本を書くようになった。これはやっぱり何といっても私の検察という組織に対する思い入れが一つその背景にあります。まあ、それとやはり組織の問題を考える上で、私はこの検察の問題を見過ごすことはできないと思ってます。検察という組織がこの国の刑事司法という中枢を担っていかないと、適切な判断をしていかないと、
適切な捜査処分をしていかないと、おそらくいろんなところで国家の作用がおかしくなってしまうだろうという思いがあって、組織の在り方として検察問題をずっと、私の一つの大きなテーマにしてきました。そういう私にとってもこの本は、ようやく最終段階に来た、まさに検察問題についての私のある意味では締めくくりにできればしたいと思っている本です。でそこで、確かに一見4人の方々との対談をふわふわっと集めただけのように見えて、そこにかなりの仕掛けを、この中に組み込んだということは間違いありません。いろんな、意図があって、このメンバーを選定しましたし、その中身についても相当考えたつもりです。まず第一に、最初に前法務大臣が来ている、 もちろんこの前法務大臣というのは小川さん指揮権発言で物議を醸した人です。この問題について、田代問題について、この不起訴というのはありえないということを明確に言ってくれる前法務大臣という意味で、この最初の対談者として非常にふさわしいと思いました。でももう一つ大きな意味があったのは、ともすればこの陸山会問題というのはですね、その小沢一郎という政治家の一つの特殊なケースだとというふうに見られがちな感じがするんですね。私も3年半前に日松建設事件のことで検察批判をするようになった途端、小沢の味方だというふうに見られるようになりました。全く関係ないんですけども、そういうふうな色眼鏡で見られる傾向がある。そういう意味で考えると、まずこの小川前法務大臣、小川参議院議員が全く政治的には小沢氏と関係のない人で、そういう立場の人が今回この陸山会事件の検察捜査を、前法務大臣として退任会見の時にこれだけ厳しく批判をしたというところに非常に意味があるというところで、まず最初の対談者に選んだということです。そして2番目の石川氏の話ですね。まさに静香さんも言われる通り、本来この事件というのは田代検事が石川氏の取り調べを行って、その状況を捜査報告書にした、その報告書の内容が実際の取り調べ状況と全然違っているという問題ですから、その何といっても当事者が石川氏であって、石川氏の話を聞かないで不起訴処分にするなんてことはありえない話です。大阪地検のあの不祥事で証拠改ざんがありえない、検察官にとってありえないというの以上に、この処分は本来ありえないはずです。でそれも時効がもう切迫していて、もうあと何週間かの間に処分しないといけないというならともかく、そんな事情も全くないわけです。全くありえない不起訴です。ということで、本来のこの事件の捜査であれば当然行われるべき石川氏の取り調べが行われないままになっていたというところに私は目をつけて、しからば私が代わって取り調べをして差し上げようと考えたのが、まさにこの石川氏を2番目の対談者に選んだということです。石川氏は、ある意味ではですね、非常に真剣に答えてくれました。その石川氏から私が聞き出したことのやっぱり一番ポイントというのは、この取り調べ状況を石川氏が説明するところ、この取り調べ全体を見るとですね、田代報告書に書いてある取り調べ状況とは全く似ても似つかないものだということが分かるということです。そのために石川氏から取り調べ状況を詳しく聞いたわけです。もうあたかもこの巻末に出てますけども、この田代報告書を見ると、もう石川氏は田代検事にいろいろ説得されて、条理を尽くしていろんなことを言われて、本当に悪うございました、私本当のことをこれから申し上げます、実は小沢さんに報告了承はしてたんですということを涙ながらに自白したかのような、そういう内容になっています。ところが石川氏の話を聞き、そしてもちろんその前に、その前提としてこの取り調べ状況が
ボイスレコーダーで録音されていて、反訳書が存在しているということがあります。ですから反訳書に基づいて石川氏に説明してもらったところによると、全然そういう状況ではない。むしろ田代源氏の調べというのは、石川氏は全然そういう趣旨で言ってないのに、年末にちょっと大まかなことを小沢さんに報告する程度です、そんな具体的なこと細かいことは別に報告してないんですということを言ってて、それに田代健二自身ももう納得してるんですね。完全に納得した上で、でもそれをその通り調書を取ったんでは、調書に取ったんでは上司が納得しない、だからもうちょっとここはこういう表現でどうかということをいろいろ言うわけです。しかしこのぐらいの表現なら小沢さん起訴されないから大丈夫だと言って説得した結果、あの小沢さんへの報告了承を認めた調書が出来上がったということなんですね。そして田代健二が偉そうに言ってるのは、ほらやっぱり起訴されなかっただろう、私が言った通りじゃないかとって言ってるわけです。でもそこのところが逆に今度は検察審査会で違った見方をされて、曲がり間違って小沢さん起訴されちゃうんじゃないかというふうに心配しているわけです。それをその状況を逆手にとって、田代健二はむしろここで供述をひっくり返したら、小沢さんやっぱり絶対権力者だ、石川の言うことを聞かせるなんてもう簡単なことだ、やっぱり小沢石川の関係というのは暴力団の組長と手下の関係みたいなもんだというふうに思われて起訴 されてしまうよ、検察審査会はそういうふうに思うよと言って、供述をひっくり返さないようにした。そういう状況を石川氏は反訳書に基づいて淡々と説明してくれてるわけです。これで全て真相は明らかになったと私は思いました。これがこの問題の本質です。もうその局所的にこの記載が記憶の混同だとか混同じゃないと全然関係ありません。まるっきり嘘でたらめです、この報告書は。問題はそれを田代、今では元検事ですけども、田代検事個人がこんなことやるのか、ありえないということです。まあ、というこの問題に対する、見方ですね。いかにこの事件について検察が不起訴にしたことがひどいのかということを、あえて大坪氏に登場して私と一緒に検察の実務経験に基づいて語り尽くしたというのがこの3番目の対談です。先ほど石塚さんが言われたように、まあ、結構この大坪氏の発言の中には毒もあります。しかしそういうですね、まだ未だに頭の中に特捜部長の感覚がもう染みついている、まさに特捜部長そのものです。この特捜部長そのものの大坪氏がこの検察の今回の不起訴理由について全く許せない、信じられないと言い切ってるわけです。最初に大坪氏が言った言葉の中で、よくもまあ抜け抜けと、このままこの本の中に、書いてますけども、この抜け抜けとという言葉、これがまさに大坪氏が今回の検察の処分に対して本当に言いたかったことです。そのぐらい検察の実務としてはありえないということなんですね。そしてこういうまさに検察の常識から考えてもありえない不起訴処分を行うまでの経過に、なぜ検察がそこまで追い込まれたのかというと、八木さんが代表を務める、健全な法治国家のために声を上げる市民の会という団体の活動があって、これもまたですね、何かその小沢さんという政治家と連動しているかのような、そういう見方をしている人がいるんですね。どこにいるかというと、私は震源地は法務省にいるんだと思います。私の目の前でそういうこと言ってましたから、あの検察のあり方検討会議の懇親会の席で一生懸命、そのあの告発は小沢氏の側からこういうふうに糸を引いてやってるんです、分かってますかということをしきりに言ってた、そういう法務省幹部がいるわけです。そういうふうに言わないと、そういうふうにしてもともとこの告発の動きがまともじゃないというふうに世の中に、あるいはマスコミに見てもらわないと持たない、この事件の不起訴は到底許されないということを認識しているということなんですね。まあ、そこでこの八木さんに対談に登場していただき、
どういう経緯で今回のこういう問題にですね興味を持ったのか、この会の活動ってのはどういうことなのかというようなところを詳しく話していただいた、まあ、これも私のこの本の中に込めた最後の仕掛けです、まあ、ということで私はこの本ができるだけ多くの人に読まれることが検察の組織の本当に深刻な実情、この本のタイトルになっている検察崩壊という実情、問題の発端というか問題そのものは大阪地検の特捜部の問題であり東京地検特捜部の問題です。しかしそれ以上に問題なのは検察が今回その一連の不祥事、特に陸山火事件の不祥事に対して全く組織としてありえない対応をしてしまった、それによって検察が崩壊に近い状況にあるとという認識から、この本のタイトルは検察崩壊、それだけではちょっとセンセーショナルすぎるので少しその意味合いを説明するために失われた正義 というサブタイトルをつけたわけです、まあ、そういう本を私が出す、それによって世の中にこの検察の状況を理解してもらいたいと思う、そういう状況の中で私は石塚さんが書かれたこの400万企業が泣いているという本をたまたまちょうどこの検察崩壊を出して10日ぐらいだったと思います、そういう時期に目にしました、まあ、正直言ってですね驚きました、この本を読んで。その検察が陸山火事件の不祥事に対してああいうとんでもない不祥処分をやるということももちろん信じられないことです、ありえないことです。しかしそれは、まあ、これまでの検察のやっていることからすると結局こうなってしまうのかなという気持ちもなくはなかった。しかし私にとって衝撃だったのは検察崩壊という実情がこの400万企業が泣いてる、この本に書かれているような中小企業の経営者、その経営者を必死に支える経営コンサルタントっていうまさに普通の市民です、そこにいる普通の市民がその検察によって踏み潰され、もう息の根を止められるようなところまで追い込まれる、そんなことになってるとは全く私は思いもよりませんでした。しかもこの本を読んでるとその時期がですね、こともあろうに昨年の9月、私も加わった検察の在り方検討会議の提言が出て、それを受けて検察改革が打ち出されて、笠間総長の下で検察の改革案がまさに実施されようとしたちょうどその時です、去年の9月に。その改革案によって取り潰される寸前の東京地検特捜部の直轄2班というセクションがこの400万企業が泣いているで描かれているこの事件を手掛けたわけです。検察改革っていうのは一体何だったのか、そもそもそれだったらそんなことやらない方が良かったのかって話です。いや本当にこの本を読まれた方は本当に涙したっていう感想を述べてる人がたくさんいます。もうそうだと思います。もうこの特に中小企業を必死に支えて何とかしてこの事業を回復させようとしてた朝倉さんが全てを失うだけじゃなくて、その会社を失うだけではなくて会社とともに従業員を路頭に迷わせてしまい、取引先も連鎖倒産させてしまいということで、朝倉さん自身が自分を責めざるを得ないような状況にまで追い込まれた、そんな不条理、そんな不正義がどこにあるんだろうかと考えたとき、私がこの検察崩壊で描こうとした世界よりもさらに深刻な状況が描かれているのがこの400万企業が泣いてるだと思い、まあ、それからとにかくこの2つの本をセットでぜひ読んでいただきたいということを、まあ、いろんなところで言ってきました、まあ、そして石塚さんにもそのことをお話しし、
それだけではちょっとどうしても飽き足りなくてですね、この中に出てくる朝倉さんの方、もう一人の佐藤さんの方はもう、控訴審の判決直前だったんですが、朝倉さんの方はまだこれから控訴審が始まるというところだったんで、私自身が弁護人に、まあ、一応なるということで、まあ、悔いの残らないように最後の努力をしてみようということも今やっているところです。まずとりあえず私の方からこの400万企業の方紹介をさせてもらいました。ありがとうございます。私の本についてなんですが、まあ、今先生おっしゃったように検察の組織っていうと、まあ、過去にいろいろ本があるんですが、考えてみると検察の組織の内情について書いた本っていうのは大体が私のような新聞記者であるか、あるいは小原先生のような元検事、まあ、検察組織内部の方に限られております。出版物は見事にこの2つどちらかが、まあ、ほとんどだろうと思います。これはなぜかっていうと、検察の組織はもう全くベールに包まれていて内情を見せないで、我々新聞記者は、まあ、なんとかその組織に近づいていくのが仕事ですから、で番記者として私も20年ほど前からだいたい前後7年間ぐらい検察庁担当記者をやっておりましたので、この組織、特にまあ最高の権力を持っている東京地検特捜部という組織が一体どのように捜査を進めていくのかと、どうやって意思決定していくのかということが長年私の記者として最大の取材テーマだったわけです。ですから我々がこういうものを書くということしかもう方法はないということなんじゃないかなと私は思います。というのは、まあ、やっぱり検察の組織は自己完結型と小原先生は本に書いておられます。まさに、自分たちで自分たちのやっていることを評価すると、でそのプロセスに何があったのかというのは全く我々外部の者にはめったに伺い知ることはできないと。で検察崩壊の本もたまたま録音テープがあったからこれだけの大きな問題になりました。で私の本の方はと言いますと、これはもともとの発端はちょうど去年の夏、まあ、手紙が一通届きまして、それを読みまして、その手紙の差出人であるこの本で、まあ、一応主人公の一人になっております佐藤誠さんという、今小原さんがおっしゃった経営コンサルタント、元銀行出身なんですが、銀行の現実にまあ、非常に、憤慨し、とうとう銀行を辞め、そして逆に銀行がいじめる中小企業の側に立とうということで中小企業向けコンサルタントの仕事をされてきた方なんですが、この方からいただいた手紙が発端でした。それで、彼とは一度お会いして、その後、何度か電話とかメールでやり取りをしておりましたが、まさかこの事件を東京地検特捜部が捜査して事件として立件するだろうとは思えなかったわけです。それが、まあ、非常に疑心暗鬼というか、まさかと思うことの連続で、とうとう 彼と、まあ、彼が一番擁護したがっていた、取引先の会社、SO インクという、メンズカジュアルの衣料品を作っておられる会社なんですが、ここの社長の朝倉徹さんを逮捕したと。私としては一体何が起きたんだろうというふうに、まあ、呆然自失というような心境だったんですが、それが去年の9月のことで、で、彼らが保釈で出て来られてから、私の取材が始まりまして、主にまあこの2人の方のこれまでの軌跡、それからどういうふうにして捜査が行われたのかということの聞き取り、それからあとは検察庁の方、まあ、私は古い番記者ですので、主に上層部の今の検察庁のまあ組織の中でも首脳クラスとかの人たちからしかまあ聞き取りはできないんですが、そういった方々にしつこく何度も仕掛けて話を伺う。それで一体この捜査がどういう性質のものと考えたらいいのかということについて、私なりの見解として、
結論を持って、それでようやくこれは執筆するべきだという結論に至ったわけです。やはりこの SO インク、今申し上げました中小企業の、まあ、ごく平凡な朝倉徹さんという社長さんは、決算書の、まあ1億円赤字を1億円黒字に、ですからまあ大体2億円ぐらい、売上金を水増しして決算を通して、それで銀行から融資を受けていたと。これが詐欺であることは、まあ、揺るぎないわけで、で彼は確かに詐欺の罪を犯していると、そういう人を擁護するっていうことができるんだろうかということで、私は何度何度も反問を繰り返したわけで、です。そのずっとそのことを自問自答しながら、取材をしていくうちに、まあ、中小企業の現実をまざまざと見せつけられていて、私自身それまで知らなかったんですが、日本の中小企業400万社、まあ、以上ありますが、その、まあ、少なく見て半分以上は何らかの粉飾決算をしているという、せざるを得ない状況になっているという現実を知るわけです。そして検察、東京地検特捜部はこの現実を、まあ、いわば逆に利用してその中の一人を捕まえるということをやったわけですが、そのために、そのどこにでもあるような話を事件化して、検察組織の決裁が取れないので、事実をねじ曲げていくという捜査を展開していくわけです。その捜査のプロセス、こうやって事件というのは捜査して解明するのではなく作るものなんだということを、これほど歴然とまざまざと見せつけられ、そのことについて検察内部でどのような考えをしているのかということを知らされたというのがこの事件の取材です。そして今小原さんがおっしゃったように、朝倉さん、佐藤さん、お二人とも持てるものすべて失って、東京拘置所から保釈になってこられて、現在も朝倉徹さんは、運送会社の夜間の配送所のアルバイト、一晩1万2000円徹夜で夕方から翌日の明け方まで働くというのを週5日やって生計を立てておられながら、なおかつ1億2000万円という巨額の、返済を強いられている状況です。彼のそのこの1億2000万円という負債というか、詐欺の罪によって彼が詐取したと言われる、まあ、被害金額ですけども、これは全て事業資金になっていたものであって、でもしこの捜査がなければ返済をできたということは言い切れるというふうに、私はいろいろな角度から考えては、まあ、本の中に書きました。それで、ありながら、まあ、この返済をされてしまう前に捕まえようとしたというのが特捜部の捜査の、まあ、真相だったということは書いた後で、聞きました。検察の内部で私の本のことをどう受け止めているのかは分からないんですけれども、まあ、一部の方からはいろいろな声を寄せていただいてます、まあ、決してふざけるなとかいうことではなく、まあ、よく書いてくれたねという声が、まあ、当然私に対して直接言う言葉としてはまあそんなもんなんでしょうが、そういう反応です。それとあとつい昨日元金融大臣の亀井静香さんが私の本を読んでいただいて、この朝倉徹さんを助けるために、まあ、自分にも何かできないかとおっしゃってくださって、朝倉さんを支援する会の呼びかけ人になってくださいました。亀井さんは今申し上げましたように、もともと金融行政の一応トップもやっておられた方で、中小企業の現実というのを一番よく分かっている政治家の一人だろうと思います。で、まあ、あれほどの政治家ですから、法務省との関係というのを考えれば、その呼びかけ人などになるということによって法務省と喧嘩になるというか、役人との関係悪くなる、そういうリスクを犯してでも呼びかけ人として自分がやってやろうじゃないかと言ってくださって、
本当はその支援する会の会長をやってもいいとおっしゃったんですが、まあ呼びかけ人ということで、立場で賛同していただくことにして、私としても非常に感激しているし、さらに、私の尊敬する作家高杉良先生とか評論家佐高誠さん、はじめとした方々が応援をしてくださって、みんなで朝倉徹を助けるじゃないかということになっていると。今もう全く孤立無援、もう自分は刑務所に行く、早く行ってしまいたいと思っていた朝倉さんの、どれだけ力になっているかということを考えると本当にありがたいことだし、と思っております。あともう一つ、自己批判として一つ言っておかなきゃならないのは、この本が出て、ジャーナリストの江川翔子さんから読んだということでお会いしてお話聞きました。で、江川さんからは怒られました。なんで今頃書くのよと、遅いと、彼らの裁判はここまで進んでしまっているのに、なんであなた一人でこれを抱え込んでいたのと言われてしまいました。それは全く本当に私の不得の意思ところというか、仕事の遅さというか、まあ会社勤めをしながら執筆したので、この本が出た9月の時点ですでにもう裁判控訴審の段階に入ってしまっていて、彼らを助けるために残された時間ほんのわずかしかないという状況です。というわけで、今大原先生が弁護人に買って出てくださったように、なるべく多くの方にこの事件の真相を知っていただいた上でご賛同いただきたいと思っております。今の石塚さんの話と最後の方に出てきた亀井静香さんのこと、ちょっと私なりに感慨深いものがあってですね、もう半年余り前であれば亀井さんまだ閣内にいたわけですよね。金融担当大臣を知って、担当大臣じゃなかったけども、まだ国民新党の党首として非常に政治的にも力を持ってて、その立場にあってもですね、おそらく同じことを言ってくれたんじゃないかと思いますね、亀井さんという方は。だって何といっても今の金融円滑化法を作ったのは亀井金融担当大臣ですし、まさにその中小企業を保護するんだということに対しては非常に政治家として使命感を持たれている人なんで、おそらく、全く同じことができたかどうかは分からないけど、実質的には大変な支援をしてくださったはずだし、それは残念だなという感じがします。私自身は検察で現場で検事やってた頃は、逆に亀井さんがなんか私がやろうとしてた事件でいろいろ言ってきたというふうな話を、本当かどうか分かりませんけども、法務省の方になんか言ってきたという話を聞いてですね、この野郎と思ってたこともありましたから、ちょっとそれは全く逆なんですけども、この事件についてはむしろ政治家として法務省に圧力ぐらいかけてもらいたいと思うぐらいですね。それがむしろその検察に対する正しいプレッシャーじゃないかと思うぐらいです。私の本に書いてること、これはもうこの本読んでもらえれば私の言いたいことは言い尽くしてるんですけども、この石塚さんの本に書いてあることについても私は多分書き出したらこの一冊の本になるぐらい言いたいことが山ほどあります。その中に、まずその粉飾決算というのが、表面的には違法行為というか 不当な行為というふうに評価されるもので、まずそれがあるだけで弁解の余地はないだろうと。その粉飾決算なんかやって銀行から金引っ張ってた人間が何言ってんだというような単純な考え方をする人がいるみたいですね、どうも。中にはツイッターでそういうふうな趣旨のことを書いてる人もごくわずかいました。これはある意味では私が5年前に法令遵守が日本を滅ぼすという本を書いた中で言ってることを頭に置いて考えてもらったらいいと思うんです。世の中にはその法令に違反することであっても、実質的に見るとその社会の要請にはそれほど反してないものはたくさんあります。法令というのは何もその社会の実証すべてに適合しているものではない。違法かどうかっていう判断は必ずしも社会的評価とは一致しない部分はたくさんあります。しかも
その違法行為の中でさらに悪質なもの、重大なものが刑事罰の対象になるべきなんです。ということは、その刑事罰の対象というのは、刑事罰の対象にすべきかどうかというところは、そもそもその法令違反というのが法令違反として問題にすべきかどうかというところの判断を含んでいるはずなんです。だから検察の判断というのは重要なんですね。単に違法行為があれば右から左に起訴すればいい、処罰すればいいということなんであれば、こんな簡単な話はありません。世の中に違法行為というのは山ほどある。そして形式的には犯罪になると言われれば、それは否定できないという行為も山ほどあるんです。その中から健全な社会常識に基づいて、そして法の趣旨目的に対する理解に基づいて、適切な刑罰権の行使をする、適切な処罰をしていく、そのために検察があるわけです。そう考えていったときに、この朝倉さんが中小企業の経営者としてやってたことが違法行為として、ましてや犯罪者として非難されるようなことなんだろうかということです。元はといえば、4年ぐらい前 のリーマンショックの時から大変な消費不況が続いていて、もう潰れてしまったアパレルメーカーも山ほどあるわけです。その中で朝倉さんの会社っていうのは、なんとかっていうブランド、非常に人気のあるブランドを、持っていて、本当にそれによって徐々に売り上げも上がってきつつあった。このまま頑張っていけば、なんとか今までのその債務も返済して会社を立て直すことができるんじゃないかということで、もう何年も歯を食いしばって、もう本当にもう寝る暇もなく働いて頑張ってたわけですね。しかし、もともとの負債は負債として残ってるわけですから、確かに1億円とか2億円という金額のですね、実質的な赤字、債務超過の状況というのはありました。でもそれは融資する側からしたら、今までの経過見には大体わかることだと思うんです。ある程度認識はしてたはずです、その会社の状況は。そのぐらいのことがわからなければ、銀行の融資担当者として失格だと思うんですね。しかし決算書はそういう内容にはなってない。一応、債務超過じゃない、資産が残っているような形になってて、しかも黒字の決算書になってます。その決算書が黒字だから融資をしたとかいうような話ではないんです、絶対に。それはそこが、同じ粉飾決算でも中小企業の非公開企業、上場してない小規模な企業の場合の粉飾決算と、今までいろんな大企業が、問題にされてきたような上場企業、公開企業の粉飾決算との決定的な違いです。公開企業、上場企業の粉飾決算というのは、これは基本的に許されないことです。オリンパスの問題、まさにそうです。もちろん、そういう上場企業の粉飾決算でも、実はいろんな事情はあるんです。私がオリンパス問題の監査検証委員会で書いてることなど、いろいろあります。会社を守るのか、証券市場の公正を守るのかっていろんな問題あります。しかし、今の経済社会の常識として、一般の投資家、不特定多数の投資家が何を根拠にして株を買うのかって言ったら、それはもう決算書、財務諸表しかありえないわけです。その決算書に嘘を書くということは、いかなる意味においても弁解の余地はありません。しかし、そういうですね、市場を通して取引売買が行われる公開企業と違って、中小企業っていうのは、まさにその金融機関の担当者と経営者との間でいろんなやり取りがあって、その中で決算書っていうのが一つの資料にされて、それ以外にもいろんなことを考慮して融資するかどうかを決めるわけです。そういうその融資の判断の中で、たまたまその決算書が粉飾だったからといってですね、それをそのお金を騙し取った詐欺だというようなことは到底言えないというのは、おそらく私だけじゃなくて、検察の中で真面目に検事をやってる人間の8割9割はそう思うと思います。その実態が分かってたら。ただ
その粉飾決算、中小企業の粉飾決算の実態っていうのがよくわからない、そういう検事であれば、まさにこの本の中に出てくるように、粉飾決算やって融資引っ張ったんだったら詐欺じゃないかと、同じようなことを何百万200万の企業がやってようが自分たちとは関係ないというようなバカな発言をするような検事もいるかもしれません。しかし本当に今私が言ったような実態だということを認識した上で、検事として朝倉さんを逮捕できるそういう人間がいるとしたら、私はその顔を見てみたいです。まさにそのぐらい常識外れの起訴なんです。じゃあなぜそんなことが起きてしまうのか。しかし検察の上層部までの決裁を経て、了承を得て、逮捕が行われ、起訴が行われているわけです。そのプロセスが石塚さんのこの本の中で詳しく書かれているわけですね。そもそもそういう間違いが起きたのは、そういう判断の誤りが起きたのは、検察のまさにその取り潰されそうになっていた特殊直告2犯の見立て違いです。佐藤さんも銀行員出身の経営コンサルタントでした。それと同じような経歴の検察経営コンサルタントに、まさに悪質なですね、悪徳コンサルタントがいて、それがその国税の査察で摘発されてですね、刑事事件になったわけです。まあ、これはもう銀行から融資してもらった金の大半をですね、自分の懐に入れるようなとんでもない経営コンサルタントだったわけです。その、まあ、言ってみればそれは刑事事件にするのが当たり前の事件です。その捜査の過程でたまたま佐藤さんが支援していた、アシストしていた、経営コンサルタントとして関わっていた企業がたまたま出てきた。そしてこの佐藤さんという経営コンサルタントが、その悪徳コンサルタントと同じようなことをやってるんじゃないかというふうに、まず邪推をしたわけです。同じようなもんだろうと。それで捜索に入ってみて、この本に出てくるように唖然とするわけです。驚くわけです。もっとその、大変な豪邸に住んでる、もっとそこら中にこう金が隠されてるようなところにいるのかと思ったら、もう本当に狭い狭い、もう賃貸マンションのようなところに住んでて、どこにもこれじゃ金なんか隠しようがないじゃないかというところが佐藤さんの住居だったんですね。でこれはどうも違うぞということを捜索に行った人間は思ったはずだし、主任検事だって分かったはずです。しかしそれで止まらないわけです。まあ、そこにはどんな意図があったのか、もうどうせこの特殊直告二犯は9月で取り潰されるんだから、取り潰される前に一花咲かせようじゃないかというふうに思って始めた事件なんじゃないかと思うんですね。それだったら何もないよりもやれるところまでやってみればいいだろうと考えて、もう一つの事件の花を作ろうとするわけです。東日本大震災復興のための緊急保障制度っていう、その制度を使って、それを悪用して融資を受けたということにすれば、世の中受けがいい、マスコミが大きく取り上げてくれるということで、その東日本大震災の制度融資、信用保証協会からの保証を得た案件をピックアップしようとするわけです。検察の言ってみればマスコミ向けのプレゼンテーションのためにですね、そこでピックアップされたのが朝倉さんの会社です。朝倉さんの会社はたまたまもともと受けてた融資を受けてた金融機関から、東日本大震災の関係でこういう制度融資ができた、これを使ったらどうですかと勧められて、その融資を受けるわけです。なんで金融機関側が勧めるかって言ったら、信用保証協会の保証付き融資にした方が自分たちの融資が焦げつかなくて済むからです。その結果、朝倉さんの金融機関からの借り入れのかなりの部分が信用保証協会の保証付きの融資になった。そのために特捜部から刃を向けられることになったわけです。そしてそんな事件をなぜ上が捜査することを、強制捜査の対象にすることを許可したのか、全く理解できないんですが、どうもこれも石塚さんの方に出てきますけども、佐藤さんの
得ていた報酬をですね、粉飾の対価だと、給料は丸ごと粉飾決算を指導したことの対価だという変なこじつけ、もうへりくつにも何もなりません。そういうこじつけをして、上の方にはこれだけ粉飾決算によって利得を得てますという金額だけをどうも報告したみたいです。で、上の方は全然その事件の実態もよくわからないで、なんかその粉飾でなんか個人的な利益を得て、経営コンサルタントが、そういう融資に関わってたというようなことだけを報告されて、そして被害額が1億円以上なんだから特捜部がやってもおかしくない事件だということで、強制捜査と処分を了承したというのが実情だったんだろうと思います。こういう事件が検察という組織の中で強制捜査をやってもいい、起訴してもいいという評価、判断を得てきたこと自体が、私はもうあってはならないことだと思います。でもあってはならないことが起きてしまった以上、それを何とかして今後二度とこういうことが起きないようにしないといけないし、こんなことが起きるようだったら世の中の多くの人が安心して仕事なんかできません。同じような手口でいくらでも引っ掛けることができます。先ほど石塚さんが言われたように、朝倉さんの会社はあの検察の強制捜査がなければ融資金の返済はできたはずです。ですから仮に粉飾決算の決算書を出す行為が、まあ、騙す行為であったとしてもですよ、詐欺でお金を騙し取った、損害を与えたという結果が発生してないんです。ですから詐欺未遂みたいなもんです。それだったらさすがに逮捕したり起訴したりはできないはずですけども、検察が強制捜査に入ることによってあっという間に中小企業は潰れます、踏み潰されます。そうすると融資金は当然返済できなくなります。それによって詐欺という行為に財産上の損害という結果がついてくるんです。このやり方でやられたら、借金をしている人ってのはどんな人でも刑事事件にされる恐れがあります。全くその書いてることに、そこで申告していることに何の嘘もないと断言できる人がどれだけいるだろうか、多少このぐらいのことはちょっとかっこつけてもいいんじゃないかというぐらいのことはですね、何らかのそういう契約の時に書いたことがある人って結構いるんじゃないかと思うんですね。それだけでも検察が同じようなやり方をすれば同じような目に合わされかねない、まさに恐ろしい現実がそこにあるということです。とりあえず、すみません、どうもありがとうございました。ちょっと以上をもってですね、短いあれした対談を終わらせていただきますけれども、ここから質疑応答に移りたいと思いますので、せっかくの機会ですので、質問のある方というか、ちょっと、話してみたいという方はどうぞ挙手をされた上でですね、お願いできますでしょうか。どなたかいらっしゃいますか。こんにちは、はじめまして。こういった責任苦労してみたいなんで、全然素人のものなんですけれども、珍しいと思って、そのタイトルに検察捜査の刃が普通の市民に向けられるっていうタイトルが、インターネットで見ましたので、大原さんはインターネットでよく聞いておりまして、そういう人と会えるのか。それでそのタイトルだけで僕はすみません、本は読んでないんですが、いつもその炎上事件とかいろいろインターネットで出まくってますので、昔警察官から不愉快な目にあったようなロープね、ありますので、そういうこともあれして、ちょっといろいろ興味を持って見るときはあるんですが、ちょっと2点ほどですね、普段何気なくニュース見ながら思っていることをちょっと質問させていただきたいと思うんですが、この質問が適切かどうかわかりませんが、法務省っていう映像が出るときですね、なんかいわゆる子供のお城みたいな、レンガ造り の建物出ますよね。あれがバンとニュースに出てくるんですね。で、非常に、あれ見てると何回も見て、視覚効果があるなと思いました。ですので、ああいうデザインっていうのは、どういう発想から誰が作るのかなと、いつ頃できたのかなという、単純な質問が一つ。それからよく最近市議権発動って言うんですか、たまにニュースになりますけれども、
そうすると政治家のコメントなんかが出てきて、検察と司法という絡みの話の中で、司法権には介入できないからなどという発言がコメントに載ってるんですけども、まあ、法律なんか全然やったことありませんけども、昔中学の教科書で日本国憲法なんて読んだことありますけども、管轄の方の。ただそれから見るとですね、その知識しかないんですが、司法と国会と行政の3つしかないわけですよね。司法、立法、行政で、検察っていうのは僕は行政の方の人間だと思うんですね。それはその行政の内側だけでいろいろやり合いが進む話であって、司法とは全然立場の全然違う人間だと思うんですよ。給料の出どころも裁判所からじゃないと思うんですね。なのでそういうことを知って国会議員はコメント出してるのかなと。結局マスコミにニュースの出し方がそういうところの定義を曖昧にしたままで、いわゆる文言の線引きが曖昧なままでいろんなニュースとか解説コメントを出しているっていうのが、僕もここ10年代新聞とか見てきてですね、日本のそういう報道のこういうことに関する特質じゃないかと。で、国民は非常に判断とする定義っていうか根拠がよくわからないままニュースを見させられているんじゃないかなと。で、そういう張り子のプロのような視覚効果だけがバンと出されると、ああなんか偉い人たちなんだと、なんか正義の人なんだと。だミニストリーオブジャスティスっていう英語もあるみたいですけど、私はミニストリーオブローアフェアーズとかした方がよっぽど実態に即してるんじゃないかと思うんですが、まあ、こういうことです、はい。法務省 の赤レンガって言いますよね、古い建物、まあ、あれはある意味では法務検察的に言うと一つの象徴的な建物というふうに思われているかもしれないですね。よく赤レンガというんですよ、あの建物で。あれをあえて、壊さないで保存をして、法務省という組織は歴史がある伝統がある組織なんだというイメージを、作ってるということは言えるかもしれないですね。まあ、でもその歴史があり伝統がありっていうのは私は重要なことだと思うんですよ。それは 大切にしていかなきゃいけないことで、むしろ歴史と伝統に恥じないような検察でなければいけないと思うんですね。私はそういう意味で今の検察が赤レンガに恥じない検察だとは到底思えないんです。そちらの方が問題だと思いますね。もう一つのこの指揮権の問題、非常にいい着眼点、疑問点だと思います。私この問題は、先ほど紹介した今まで書いた検察の方の中にもう再三にわたって書いてきました。指揮権の問題には、マスコミにも世の中の人たちにも大変な誤解があります。その誤解というのは、一つはですね、検察という組織が司法機関のようであって、厳密に言うと行政機関であるという、まあ、ヌエ的な存在であるというところに根ざした問題だと思うんですね。司法、準司法機関という言葉を使われることもありますけれども、検察には確かに司法的に非常に重要な機能を果たしていることは間違いないんです。これは実質的に見るとですね、まあ、これがいいことかどうかは別として、検察が起訴した事件は 99.何% 有罪です。で、その現実を見ると、実質ですね、検察の判断が司法機関に近いわけです。日本の世の中ではそれを前提にして、刑事司法っていうのが実質的には動いている。ですからマスコミは検察が起訴した段階で、本来は推定無罪の原則があるのに実質有罪と決めつけるような報道をしてしまう。それなぜかというと、現実に 99.何% 有罪になっているということがあるからです。ただですね、それはなぜなのかというと、検察が果たしてきた役割というのはまず第一義的にはですね、伝統的な犯罪、刑法犯を中心とするですね、伝統的な犯罪、殺人、泥棒、放火、こういう犯罪っていうのは基本的にまず価値判断がいらないわけです。人を殺したんであれば悪い、これは決まってるんです。泥棒は悪い、問題は犯人かどうかということ、まさにそういう犯罪実を行ったかどうかが問題なんです。ですからその犯人を捕まえてくるのが警察で、
証拠があるかどうかを検察官が判断して、証拠が足りなければさらに証拠も集めて、これで有罪が立証できると思ったときに起訴をするわけです。そして起訴した以上は有罪立証に向かって突き進んでいく。まさに私が押し相撲と言っている世界です。前に向かってどんどん進んでいけばいいわけです。証拠を収集して有罪立証して、それが伝統的な刑事事件の世界なんです。そしてそういうことをやっていく、それをベースの仕事にしている検察っていうのはですね、これは基本的に検察の内部だけで外から干渉とか介入を受けないで判断をすることがやはり社会的に見ても正しい。私もそれは確かだと思うんです、基本的には。というのはそういうですね、価値判断も何も必要ない、証拠と事実認定によって判断すべき事件に外部の有力者がですね、口を出してきて、あいつは可愛いやつだからちょっとお目こぼしてやってくれというようなことを言えると、それがまかり通るとすれば、もう世の中の刑事法に対する信頼なんかなくなりますよね。ですからまさにその押し相撲の世界をずっとその経験を積んでやってきた人の集団である検察が自己完結的に判断をしていく組織の中で、いろんなその上司の判断も経ながら組織として検察官が一体となって判断をする、その結果適切な判断をして、それが最終的には裁判所にも有罪という判決をしてもらうことになって 99.何% 有罪、これはこれでですね、日本の刑事司法の制度っていうのは決して私は間違ってはいないんじゃないかと思ってやってきました、今まで。しかし全ての刑事事件がそうかというとそうじゃないわけです。中には価値判断が必要な事件があるわけです。その典型が例えばライブドア事件です。粉飾決算、確かに上場企業の場合許されないと言っても、それじゃあ証券市場の中で決算書がどれだけ正確に記載されているかということに関してはいろんな問題があります。しかもそれじゃあその証券取引、当時は証券取引法です、証券取引法違反というもの、実はいろんな罰則があっていろんなところで違法行為はあります。そういうものの中で、違法行為の中で何が悪質重大だといって処罰すべき、刑罰を適用すべき対象となるのか、ここには価値判断が必要なんです。ですから検察が証券市場の実態とか経済社会の実態とかについて適切な判断をして、これは刑事罰の対象にすべきなんだと自信を持って起訴という判断をすべきなんですね。ところが実際それができているかというと必ずしもそうではない。ライブドア事件にしても、あの事件が強制捜査の対象になったことで、翌日の東京証券取引所は全銘柄売買停止になるという大変な影響を受けました。それが一般の刑事事件と違うところです。一般の刑事事件というのは泥棒とか殺人者が逮捕されたり起訴されたりすることはその人にとっては大変な問題ですけども、それは世の中一般に影響を与えるものじゃありません。あくまで個別ケースです。しかし経済社会的な問題、経済的な問題とか政治資金規正法違反とか、そういうものはその事件の摘発とか処罰が対社会的な影響を生じさせるんです。ですから検察もある意味では単に検察の内部で司法判断やったんだからそれが正しいんだと、検察の内部で決めたことが全て正しいんだと言えるかって言ったらそうじゃない面もあるんですね。だから検察はその組織の内部だけに目を向けるんじゃなくて、組織の外にも目を向けないといけない。その外に目を向ける必要がある事件の中にはですね、やはり法務大臣というよりも法務省という行政組織がもっと積極的に関わってもいい事件というのはあると思うんです。経済事犯も場合によってはそういうようなことも考えてもいいかもしれないし、特にその中でその必要性が高いのが、検察が検察の中だけで判断をすることに適さないことが明らかな事件。私はそれが検察の組織内で起きた不祥事、まさに大阪事件の証拠改ざん問題もそうです。あれも組織的な背景を調べるんであれば検察が中で判断するだけじゃダメです。陸山会事件不祥事はまさにそれです。
それはむしろ検察の外の目から見て検察の在り方を正す必要があるし、まさにそういうことについて第一義的な責任を負っているのは法務大臣じゃないか。ですからこの本の中で最初に対談に登場する小川前大臣が、あの事件について指揮権を発動することを検討していたというのは全く正しいと思います。そしてまず法務省として検察として行政組織としての判断を国民が信頼してくれるように正しく行うことがまず先決です。で、それがどうしてもうまくいかないときに救済措置として検察審査会というのが用意されているということだと思うんですね。そういう意味でもとりわけこういう事件について法務大臣の指揮権というのは重要だと思いますし、その質問された方が言われるように三権分立ということから考えても行政機関がすべて政治的な影響なんか一切受けない、もう中だけで全て決めていいんだということになること自体が確かにおかしい。結論としては確かにおっしゃる通りだと思います。ありがとうございました。他にもう一方ぐらいもしいらっしゃれば、はい、あ、お二方けど、じゃあ先にじゃ手を挙げられた方、すみません。柳沢と申します。2点をお尋ねしたいんですけど、まず陸前会事件なんですけど、なんで小沢さんを対象にして来たのかなという点が大事です。それから先ほど言いました、警察そのものがどう変革していくべきかというと、私は戦後2回あったと思います。第二次世界大戦後に、本来ならば警察が相当改革されるはずのものが、この時点で相当甘い形でもって、ほとんど戦前と同じような形で今回来てた。それがはっきり言って伝統としてきて、で最近になれば先ほど言った経済問題ですけど、これは経済市販というのは非常に複雑になってきてます、最近。でこれはアメリカなんかは相当セックの方がはっきり言えば法務省なんかに力あって判断に委ねてます。ところが日本においては証券取引法というのがありますけれども、これは当然ながら警察よりも弱い立場にはっきりとあると思います。そういうその今先ほど言いました政治が別として、私は経済犯については相当広い範囲のものを警察そのものが持つべきなのか、もう少しセックのようないわゆるその経済犯についてはもう少し違った立場でもって、そういうものを判断すべきなのかと。まず第1点の、なぜ検察が小沢さんをやったのか、最初に西松建設の事件で言えば小沢さんの秘書ですね、なぜああいう事件をやったのか、それについて私もう3年半前からいろんなところで、私なりの見方を述べてきました。まず基本的にはですね、私はあれは特捜部のやり損ない事件だと思います。その特別の政治的な意図を持って西松事件の捜査に着手したんじゃないと思います。で、その西松建設事件がもうあれだけでも本当に失敗でどうにもならないところに来てたことはほぼ間違いないと思います。というのは西松建設というのは、大手ゼネコンの中でも相当上位のかなりの会社です。あの会社の社長をですよ、たかだか6月以下の懲役っていう、まさに交通違反程度の罰則の事件で逮捕したわけです。それだけでもし終わってしまったら、その外為法事件だけで終わってしまったら、さすがに検察の中でもそういう捜査をやった特捜部に対しては責任を問う声が当然出てくると思います。ですから何とかして出口を求めて何か事件をやらざるを得ない状況にあったことは間違いないと思います。で、そこでたまたま選ばれたのがあの小沢事件、小沢氏の秘書の事件だったと思うんですが、しかしあの事件は私はもうずっとあのサンデープロジェクトでもずっと言い続けてきたように全く無理です。もうあんな事件を手掛けたらもうガダルカナルになるのは目に見えてた。なんであんな無茶な事件を手掛けたのか、
そこで非常にハードルが低かったことは間違いない。ということは、普通だったらあんな事件はやらないけども、まあ、大沢の事件だったらいいんじゃないかというふうに考えた人がいるかもしれません、そこは。それはあとは個人的な意向みたいなものが好きか、好き嫌いとかですね。あるいは何かその政治的な配慮判断みたいなものが、その個人の判断の中で働いていた可能性が全くないとは言えないです。これはもうその中の人間じゃないと分かりません。ただ私はその極端な見方をする人は、最初からあれはその背後にアメリカがいて、アメリカの指令のもとに特捜部が動いたんだというふうに言われるのは、ちょっとそれは違うんじゃないかと思います。ただその後のその2番目の質問に関わってくるんですけども、確かに特捜部という組織の生い立ちを考えてみると、何かアメリカの影がちらつく、もともとアメリカに実質作られた組織だったじゃないかと、だからその DNA が残ってるんじゃないかと疑われるのもですね、ある意味じゃ無理はない面もあります。それが孫崎さんの方に書いてあることなんですね。昭伝事件っていうのはかなりアメリカの意向が強く働いて、できたばっかりの特捜部がですね、時の総理大臣の辞職につながるような事件をやり、結果的にはほとんど全面無罪というむちゃくちゃな事件です。確かにその時はアメリカの占領下です。占領下ではそういう特捜部の存在というのは極めて政治的であり、しかもアメリカの影響を相当受けていた存在だったことは否定できないと思います。ただ問題は、そのサンフランシスコ講和条約以降の検察はどうなのかということなんですね。私はその確かに戦前の、検察の名残みたいなものも残ってたかもしれないし、それからそのアメリカの影響を非常に強く受けていた特捜部の生い立ちというのも影響してたかもしれませんけども、やはりその日本的な特捜神話、特捜を中心とする検察の正義っていうのは、むしろ造船義国で作られたんじゃないかっていう気がするんですね。これが先ほどの指揮権発動にもつながってくるわけですが、これはもう私いくつかの本で書いてる話です。造船義国についても世の中には大変な誤解があります。まさに造船義国で、時の法務大臣犬飼法務大臣が与党の幹事長を逮捕しようとしていた特捜部にストップをかけた、指揮権発動という形でストップをかけたことで、世の中は怒ったわけです。マスコミも怒った、世の中も怒った。検察の正義の世界に薄汚れた政治家がその土足で踏み込むとは何事かと、それによって検察の正義が阻まれたではないかと、ということで、その政治として絶対やっちゃいけないことをやった事件のように、あの事件が位置づけられ、そして政治は二度と検察に手を出すべきではない、そして逆に汚い政治家に行く手を阻まれた検察の正義に対して、多くの国民は圧倒的なシンパシーを感じてですね、それからやっぱり検察の正義をみんなで応援しようというような方向に働いたんじゃないかと思うんです。ところが実はあの事件の経過はそういうことじゃなかったということが、その後どんどんいろんな人の証言によって明らかになり、私はむしろもうその検察が実はあの造船義国事件をそういう方向に持っていったんだ、実は検察指揮権発動は、犬飼法務大臣の指揮権発動は検察の一つの策略だったという見方、こちらの方がほぼ定説に近くなったんじゃないかというふうに見ています。要するにあの事件も西松建設事件と同じです。暴走だったんです。むちゃくちゃな事件だったんです。およそあんなもので与党の幹事長なんか逮捕できるわけはないという無茶な筋立ての事件だった。そしてさすがに検察の内部でも、これはちょっとこの辺でやめとくしかないんじゃないかという意見が大勢になりつつあった。しかしあれだけ大騒ぎをしてですね、世の中に政治家どんどんやるというふうに期待されていた特捜部が、そこで検察が捜査をやめてしまったら世の中から総バッシングを受ける、そこで検察の中の一部の幹部が、時の吉田首相の腹心であった指揮権発動という、
渡辺文幸氏の本の中では緒方竹虎っていう人が当時副総理で、その緒方竹虎氏に叱るべき人がアプローチして知恵をつけた可能性が強いというふうに言われています。指揮権発動というやり方がありますと。それによって検察を止めることができます。それもご丁寧に文書でやったらいいですというようなことを言ってくれたそうです。本来そういうやり方はですね、事実上法務大臣がそれはやめときなさいと言えば済むものを、わざわざ文書という形でやらせて、しかも検察がそれを大々的に公表したわけです。それによってああいう指揮権発動騒ぎになった。それが検察の正義というものの原型を形作ったというのが、私は事実に近いんではないか。それがロッキード事件で、さらに大きくですね、検察の正義っていうのが社会的に育てられたという面があるんじゃないかと思ってます。